はい、こんにちは。今日はですね、ネガティブペイントについてやってみたいと思います。初級者終わりから中級者始めぐらいの方には参考にしてもらいやすいかもわからないですね。ベースの黄色いラインが今左に見えますが、斜めにそこを塗っていきました。あの薄い黄緑色で、でさらにちょっと濃いグリーンでもう一本のラインを描こうとしてます。はい、描きましたね。これで2本できました。さらに濃い色を作ってもう一本ラインを描いていきます。ラインを描くというよりかは、影によって、まあ、濃い色によって、浮き出すという方法ですよね。ラインを描くというよりかは浮き出させる。そういった方がいいですかね。さらに濃くして。ラインを浮き出す。まあ、わかりやすく言うと、彫刻刀で、盛り上がったところを作るために周りを削り取りますよね。例えばこのラインを浮き出させようと思えば、そのために周りを掘っていく。この、次から次へとラインを浮き出させるために周りを、濃い色でこう塗ってます。これがこの彫刻刀でいうところの掘っていくというところですかね。濃い色は掘るイメージですね。そんな感じで捉えてもらえると分かりやすいですかね。この水彩は初めに濃い色を塗ってしまうと、次薄い色を乗せていけないので、薄い色からこう描いていく。その基本的な、まあ、ところ、透明水彩のシステムとでも言いましょうかね。画家さんは、多かれ少なかれ、この仕組みを取り入れてます。まあ、一見分かりにくいですけどね。分かりにくいんですけども、慣れてきたら、画家さんの描くところを見てると、ここで、あれだな、掘り出してるなとかね。周りを濃くして、目的のものを浮き出しているんだなっていうのがね、見えてくると思います。必ず使ってますので、画家さんもこんなにね、こんなに分かりやすく描いてはないかも分からないですけども、必ず応用されてます、この方法は。知っておいた方がいいし、使えるようになってなる方がいいですね。重宝しますよ。透明水彩ではこのやり方は。で、まあ、今もラストなんで、すでに描いたところに今色をのせてますけど、これは調整です。一応絵として様になるようにと思いまして、調整かけてるところですね。ちょっと薄すぎたなというところに色をのせたり、もうちょっとここ色が欲しいなというところに色をのせたりしてます。まあ、こんな感じですね、出来上がり。なんか枝がどんどん折り重なって置かれているような感じですよね。下に行けば行くほど濃くなって、枝の色も濃くなっていくという、まあ、これはもう見ての通りですよね。だんだんとバックを濃くしていくので、その濃いところにまた浮き出させる、そしてまた浮き出させるというのを繰り返すので、下に行けば行くほど、枝が向こうに行けば、奥に行けば行くほど濃くなるという感じになります。じゃあこんな感じで、次にこれを応用した絵を描いてみます。はい、じゃあ応用編ということで、こういう感じの絵を描いていきます。じゃあ早速やっていきますね。右上にサンプルの写真出てますよね。まあ、これを一応目指してやっていきます。まずは全体、やはり薄いところ、
薄いところの色を取って全体に広げていく、全体に塗っていくとですね、最初のあの動画でもあったように、だんだんと濃いところとの塗っていきますので、まずは薄い色です。まあ、この段階でちょっと色が足りなかったなとか、もう少し緑色が欲しいなっていうところをちょっと足しておきますね。で、乾かしたら次に、濃いところ、一気にいかないようにして徐々に濃くしていくっていう感じで塗っていった方がいいと思います。もうすでに真ん中の大きな一番明るいところの葉っぱは掘り出されましたよね。書き出されたというか、なんとなくもうアウトラインが見えてますよね。これはあの周囲を濃く塗ったからですね。はい、一旦乾かしてまた次に濃いところですね。一気に濃くしていきたいところですけど、一気に濃くしていくとやはり、薄くはできないので、そこは用心して何回かに分けて色を重ねていくっていう感じですね。まだ慣れないうちは丁寧に塗っていく方がいいですね。丁寧にやっていった方がいいと思います。僕はもうあのもう癖が出ちゃって、あのものすごく丁寧に塗ることがもうできないんですけど、慣れてない方はゆっくりと丁寧に塗っていかれる方がいいですね。
はい、終わりました。ここまで深度をつけて濃い色をつけるかつけないか、これはまあ自由なんですけど、僕はまあちょっと濃い影をつける癖があるので結構濃くいきましたね。一番濃いところで見ても分かるように、乾いては塗り乾いては塗りしているので、何層にも色がのってるのが分かると思うんですね。じっくりじっくりこう色のせていく。例えば花束を描く時とかに応用できるんじゃないですかね。花瓶に刺さった花葉っぱ、たくさんの折り重なった葉っぱっていうところも、この絵のまあ基本的なところを練習しておけば、そういう花のバック込みの絵も描きやすいと思いますね。慣れないとこの応用編は難しいかもわからないので、慣れるまで、まあ、実験的にというか練習をされた方がいいかもわからないですね。ただ、とっても大事なことなので練習して損はないと思います。じゃあ今日はこの辺で終わります。